指導さん、そんなところに立っていないでこちらに座ったらいかがです？それとも私の隣は嫌なんですの？指導、こっちも空いている。なんなら私の膝の上でも。指導さん、曲の入れ方がわかりません。そこだ、行け、ヨシノ。さりげなく指導くんを隣に呼び込むのだ。カラオケで勝負を挑んだのですが、あえなく打ち死にしたのです。よしよし、かぐやは強い子です。強敵に一矢報いんと天に歌報じるも、ナイトセイレーンの歌声に我が家はつき膝も折れたのだ。解説、文化祭の時の雪辱をと意気込んだ結果です。歌での勝負なら誰にも負けませんよねえ。ダーリン、褒めてください。なーに、やり遂げたような顔になってるのよ。ちょっと来なさい。よかったじゃないかじゃないわよ。漫然と楽しんでないで、しっかり精霊たちのフラグ立ててイベント進めてきなさいって言ってるの。気張ってきなさい。はい、指導。とても興味深いです。歌というのも実際に聴くのは違うものですね。はい、私は大丈夫です。それより、いつか指導が誰かと歌っているのが聞きたいです。はい。誰かと共に歌うことをデュエットというそうですね。デュエットもシチュエーションとして最適ではないでしょうか。わかった、隣に来て。そんなことはない。これは必須事項。二人の呼吸を合わせるためにお互いを近くに感じる必要がある。なんなら膝の上でも。別に私が指導の上でも構わない。そう、わかった。曲は指導に任せる。構わない。大抵の曲は歌える。好きに選んで。
指導とのデュエット、とても楽しかった。指導と一緒に登り詰めて最高だった。最高だった。